平田昇る12月1日から1958年5月19日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。1885年12月1日、東京で官僚、平田東介の次男として生まれる。東京高等師範学校附属中学校を経て、1906年11月、海軍兵学校を卒業、小移行補正となる。 1907年12月、海軍少尉任官。1912年12月、海軍水雷学校高等科を卒業。1915年12月13日、霧島分隊長に就任。1917年9月15日、海兵教官に就任。1918年12月1日、 小尉に昇進し、海軍大学高校講師18期に入学。1920年11月、海大卒業。12月1日、第一艦隊参謀に就任。1922年12月1日、中尉に昇進し、山品宮武彦大付部官に就任。1924年12月1日、金剛副長に就任。 1925年12月1日、海軍省教育局第2課局員に就任。1927年12月、唐崎艦長に就任。1930年12月1日、那智艦長に就任。1933年11月、海軍省省に進級。1935年6月5日、自重部官に就任。 1937年12月、海軍中将に昇進。1939年11月15日、佐世保鎮守府司令長官に就任。1940年11月15日、第6艦隊司令長官に就任。1941年7月31日、南遣艦隊司令長官に就任。 太平洋戦争で予定されていた南方作戦の頭上演習では、人を、ラニン方面の作戦を第二艦隊司令長官、近藤信武中将、マレー方面は南図解艦隊司令長官、平田中将が指揮した際、作戦中しばしば両者が作戦協定を行うなど不便があったため、南方作戦を一式系統とすべきであるとの意見が出たが、近藤より、 専任の平田中将は、南遣艦隊司令長官であり、南方作戦の最高指揮官となるには不都合な点が多かった。後に、近藤より、公認の小沢寺三郎中将が平田と交代したため、近藤中将が南方作戦全部隊を指揮する指揮系統に改められた。1941年10月18日、横須賀陳府司令長官に就任。 12月、太平洋戦争勃発。1942年11月10日、軍事参議官に就任。1943年3月、予備役に編入。その後、帝国在京軍人回復会長を務めた。1945年8月、終戦。平田は、開戦の時も、終戦の時と同様におやりいただけたらよろしかったと、ポツリと述べ。 その言葉を聞いた、昭和天皇は、平田は、日本の憲法を知らんよと述べたという。1958年5月19日、死去。妻、平田裕子は、大死因判事、鶴見森吉の娘。ありがとうございます。